おお、来た来た。目立ちますね、やっぱり。いやー、神戸駅に来ましたよ、デコトラが。デコトラはしご車、トラボディでございます。ジミーちゃんはトラボディの片岡取締役とは何のイベントでお知り合いになったんですか？大阪ですよね。そうです、入り口最初ね。おう、もうそれは何年か前ですか？1年ちょっとですね。あ、そうです。4月でした。なるほど。私のデビュー戦やったんですよ。あ、なるほど。まあ、あのジミーちゃんも YouTube やってらっしゃいますんで、 YouTube チャンネルはこちら。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。うわ、揺れる揺れる。ちなみに片岡さんね、今こそそこつけたの、これクーラーついてるんですか？あ、一応ね、一応つける、はい、一応まあ普通に冷えてます。はいはい。この車ってそういえばラジオはあるんですか？ラジオあります、ね、あ、一応かけれるはかけれるんです ね、 ありますね。オーディオもかけれる、音楽も。あ、音楽は iPhone つなげるようにしてます。あ、なるほどね。だから iPhone つないだら外でなりますか、はいはい、あ、外でなるほどね。あ、ポートタワーが見えますね。まあ、ほんまはこの辺走ってたら絶対見えるから、ね、はいはい、その方がええんかもしれないけどね、うんうん、花火見るのにね。花火ね、はい。本日2024年6月1日土曜日なんですけども、神戸の花火を、5分だけの花火を見るためだけにトラボディに乗ってやってまいりました。これね、ジミーちゃんね、このジミーちゃんが作ったシャンデリアがいずれこのデコトラ、トラボディにつくと。これトラボディのどこにつけるご予定なんですか？ここですよ。あ、もうまさしくここ？ここです。たまたまこれ大きさも測ってたんですか、事前に？で、前の D に合わせた。ああ、なるほど。うわ、綺麗。なんと、これ手作り？ちょ待って、この揺れがこれ多分視聴者履いてるんちゃうかな。ああ、すごい。すごい。これトラボディって書いてくれてる。あ、ほんまや。あ、ここも。あ、ここも。ほんまや。これ何入れてるんですか？どうやってこんなん作るの？厚紙。あ、うん、厚紙？厚紙2枚入れてる。あ、すごい。これ手作りで？おしゃれっす。職人じゃないですか、ジミーちゃん。いやいや。ジミーちゃんのチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。で、今、神戸大橋を渡っています。前にも言いましたけど、一切、私いじってませんので、この縦揺れが普通です。これぐらいは視聴者の皆さんお許しください。今日ここでだから花火大会、ね、上手に見れるかな。どこで見るかですよね。もうさっきね、神戸の街走ってたんですけど、花火大会に行かれる、まあ、神戸市民と観光客の皆さんがめちゃくちゃいましたね。私はその5分の花火大会があるっていうことすら知らなかった。どうでしょう、ここで1分足らずを見るか、うんうんうん、あっちで、ね、5分見るか。近く行くってことですか？まあね、さっきのね、はいはい、パークに突っ込むか。突っ込む。怖い。トラボディ初めてバックやん。これ見えへんもんね。ジミーちゃん、あのセミオートバーさん。そうそうそう。ああ、これミッション？これはいや、オートバーっす。オートバー。オートバーっす。完全なオートバーっす。これ。あれ、セミオートバーだいぶ優秀でしょ。ね、ミッサンはね。やっぱりね。28分。これね、実は神戸の花火大会にきっちり。フィナーレを取るがために、信号が赤から青に変わるのにどれくらいの時間かかるかとかを測ってらっしゃいます、まあ、ジミーちゃんこんなすごない？すごいです。こんなやっ、うん、ジミーちゃんもこんな感じなんですか、ね、YouTube 適当です、はい、ジミーちゃんはなんか僕映るから、はい、こう撮ってんのあの映らないようにだけ見てる。あ、なるほど、うん、すぐ褒めとくる。ジミーちゃんライブ配信したらええんちゃうんですか？それ走ってる最中はね、車難しいです。あーね、これちなみにあれですか、ここに置いて光ることになるんですか？電球これ何の電球材？これマカス。
真ん中ちょっと硬い。これさすがに今は試せないですよね。今は、まあ、これぐらい、これ。え？あ、え？ 38。 えらい、時間計ってるし。1分38。お昼ご飯も今日食べてらっしゃらなかったということで、はい、今やっと夕食。夕食を朝3時起き。はい。もうすごい。スタートです。本日2024年6月1日土曜日です。神戸の花火大会、7時25分花火打ち上げスタートということで、約5分の花火大会らしいんですけども、片岡取締役の携帯はこんな感じで立てて撮ってます。一番それが美しく撮れるかもしれません。神戸大橋をゆっくり走りながら撮ろうという計画なんですけども、先ほどもご覧いただきましたように時間まで測ってましたから。え、今何分ですか？え、今分かんない。撮ってる間時間が見られまあまあまあ、とりあえずチャレンジ。あの信号通り、あの信号引っかかったらもう終わり。見れないですね。一応行けそうな感じですね。まあまあまあ、ちょっとゆっくりめに。あ、行けましたね。多分ちょっと早い。あ、でもさっきから音がしてるということは花火は、あ、すごいすごい、ほら花火見えてます皆さん。ほらほら花火真正面。あ、今消えた。あの真正面にね、花火が映ってたんですよ。ジミーちゃんも頑張って撮ってらっしゃいますけど。真っ暗で映らへん。ほら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 、見えとる、うん、ジミちゃん。しかもあれですよ、神戸大橋と花火ですよ。神戸大橋と花火とトラボディ、何やったかな、なんとかとワイシャツと私みたいな感じ。見えますかね、視聴者の皆さん。あそこね、花火打ち上がってるんですよ。めちゃくちゃ綺麗やん。いや、これ、感じちゃいます？もしかしたら今で多分ね、2分ぐらい経ってるんです。あ、3分もかかねえのか、これ渡りきんのに。こう神戸大橋がありまして、左手に、ちょっと、ほんまですね。あそこね、あれですね、あの観覧車が神戸ってなってますよ。ほら、ウェルカムトゥー神戸ちゃいますか。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これはちょっとしばらく黙ります。終わりましたね。バッチシでしたね。マジ？マジで。マジ？あっちゅう場でしたけど、バッチリでしたね。バッチリ。橋の上で。ほんまに、あの神戸大橋のど真ん中でフィナーレを迎えました。片岡取締役の秒計画素晴らしい。はい、ということで一応ね、取引も無事に終え、そして花火大会も見ることができました。トラボディさん、ありがとうございました。いや、これトラボディ今日ね乗せていただいたんですけど、これが右側のジミーちゃんの手作りですよ。これわかる？トラボディって書いてるんですよ。これ素敵な。そして上もこれ、ね、トラボディって、これ反対からみんな分からないかな、はい、あ、ジミーちゃんです。はい、ぜひ皆さんね、 YouTube の方もチャンネル登録よろしくお願いします。